夕焼けにゃんにゃん第6回卒業式。1987年の夏のフィナーレを飾るにふさわしく、今また19人のおにゃんこたちが新しい明日に向かって羽ばたいていきます。2年半という短い歴史の中に輝かしい伝説をいくつも打ち立てたおにゃんこクラブ、君たちもまたすでに卒業していった先輩おにゃんこたちに決して負けることなく素晴らしい活躍をしてくれました。今夕焼けにゃんにゃんをピリオドを打つときに悲しみではなく明日への希望の中で君たちを送りたいと思います。今日まで本当にご苦労様、そしてありがとう。それではここで夕焼けにゃんにゃんプロデューサーの石田博より卒業証書の授与であります。卒業証書会員ナンバー14番富川晴美、17番城之内早苗、18番永田瑠璃子、20番岩井由紀子、22番白石真子、28番横田睦美、29番渡辺美奈代、33番深川智子、36番渡辺真理奈、38番工藤静香、40番生稲晃子、41番海瀬典子、42番斉藤真紀子、47番山森百合子、48番吾妻佳代、49番吉見光子、50番杉浦美幸、51番宮野久美子、52番鈴木和歌子。あなた方は本番組夕焼けにゃんにゃんにおいておにゃんこクラブの一員として優秀な成績で所定の糧を無事に収めました。これからも今まで以上に素敵な女性として輝き社会に羽ばたいてください。ここに本番組を卒業することを称します。昭和62年8月31日夕焼けにゃんにゃんプロデューサー石田博史、じゃあ代表として富川晴美。授与されたわけであります、本当にね、なんかあっという間というかですね、まあ本当に間もなくあと1ヶ月ぐらいなんていう時はねまだまだ先かななんて思いましたけどね、そうですよね、あっという間に今日という日が来てしまったという感じがしますけどね、所さんはやっぱりユーニアンの思い出所さんじゃない、所さんなんて橋戸さんすみませんここでボケてしょうがない、はい、すごいですねって言ってたじゃないですか。いやいやいや、はい、僕はですね、まあ最初からずっとはやってなかったんですけど、まあ、途中からやるようになったんですけど、なんていうんですかね、最初はね、こうなんか年齢のギャップみたいんで、なんかあちょっとついていけないかなみたいなのがあって、結構後半なんか毎日だったから、結構面倒くさいかなみたいなのがあったんですけどね、やっぱりこう終わるって日がこう近づいてくるにつれてですね、やっぱりなんか寂しいなみたいなのがすごく、湧いてきましたね。伊代ちゃんいかがですか。私も全く田代さんと同じですね、まあ、私は半年ですけど最初の頃はやっぱりね、大変やっていけるかと思いましたけど、まあ、本当にねみんなそれぞれの道で頑張っていただきたいと思います ね、 そうですね、頑張ってほしいです、結構悲しみいっぱいだと思いますがおにゃんこクラブに歌っていただきます。じゃあねです、どうぞ。